皆さん、まあね、5日に生誕祭があるので、あ、めっちゃハブにしてる生誕祭があるので、その時に長く配信できたらいいなと思うんですけど、ちょっと今日はもうほんまに短くてすいません。5日はいっぱい、1時間、え、でも5日じゃない方がいいかな、逆に。5日もうあんまり時間取れへんのかなとボサボサなんですけど、まあでもまた時間があるときにゆっくり配信するので、今日は誕生日特別配信ってことで、ちょっとゆっくりめに、ゆっくりめじゃない急ぎめなんですけど配信したいと思います。タワーさん、ありがとうございます。カネピータワーありがとうございます。クマタワー、そしてタコヤマありがとうございます。ありがとう、タワーありがとうございます。トモタンもタワーありがとうございます。本当にお待たせしました。短い間なんですけどね、お誕生日お祝いしてくださってありがとうございます。わあ、なんだこれ、クマロックゴン、クマロックありがとう、お誕生日お祝い本当にありがとう。なんかイベントを思い出すねんけど、ありがとうございます。本当にこんなね遅い時間まで待ってくださってありがとう。お、マーシータワーありがとうございます。ありがとう、誕生日あと8分でお誕生日終わるねんけど、でも今日はね公演やったんでね、まあしょうがないです。皆さん起きててくれてありがとうございます。明日もお仕事とかあると思うんですけど、高野菜、確かに高野菜やりましょう。あ、ちょっともうバタバタしすぎてて、中島よしタワー、クマクマありがとうございます。皆さんありがとうございます。お誕生日のお祝いありがとう。誕生日おめでとう、ありがとう。あ、そう、生誕 T シャツを着ています。見えますでしょうか。今年は、水色にしました。やっぱりね、一番自分的にもしっくりくる色やし、なので生誕祭が5日にあるので、その時は水色の景色が見れたら嬉しいなと思っております。自分っぽいカラーで一周回りましたね。黄色と迷ったんですけど、水色かなって。でもちょっと大人っぽく、文字の色はちょっと濃いめの青みたいなしました。めっちゃ可愛いこの色。最初の時も水色にしたんやけど、それよりも好きな水色やわ、この水色で。これはあのチャイナのなんか紐みたいな感じにして、チャイナ風にしました。ね、毎年同じパンダ描いてるんですけど、同じパンダね、シェイシェイ。私は感謝の1年だったのでシェイシェイにしました。いつもねパンダを描くことはまあ毎年決めてるからあれなんですけど、文字がね迷うんですよ。でもねシェイシェイにしました。そう、皆さんのおかげって思うことしかなかったので、今年はで、なんかそういう話もいっぱいしたいけど、あと5分でこの配信終わってしまうということでこの、あ、私生誕 T シャツは M にしました。今年は毎年ね、あの一番でかい
XXL みたいなとかしてて、ワンピースみたいな感じにしてたんですけど、 M でもねめっちゃゆとりある、ほらだいぶデカめなので、女の子やったら S でも全然大丈夫やと思います。男性の方も M でも全然大きいぐらいやと思います。M にする、いやお相談しましょう。男性も細身の方やったら全然 S でいけると思います。ちょっとがたい方やったらでも M でもいけそうな気がしますけど、ね、めっちゃ余裕はあるけど、でもなんか M でも無理そうやなっていう方は、まあ、XXL ぐらいまでサイズあるのでどれかは絶対入ると思います。なのでお揃いしましょう、みんなで。あのネットでももう注文できるようになってるので、ちょっとネットやと届くの遅いんですけど、そうなんですよ、その当日生誕祭とか来てくださってる、来てくださる方はショップで買った方がいいですね。お揃いしましょう、楽しみにしてます。そうネットで買ったら9月なので、まあでも9月でもあれ周年コンサートとかには多分間に合うと思うので、そういうコンサートとかで来てくださったら嬉しいです。見つけます。まあ誕生日には全然間に合ってないんですけど、ショップではすぐいつでも売り切れない限りは売ってると思うので、お話し会も確かに新曲発売されたらお話し会とかもあって、その時とかね来てくださったら喜びます。お話し会でチェックしますよ皆さんの服装。おーまやー、あと2分しかないからとりあえずランキング読みますね。あのほんまにちゃんとゆっくり配信するので、じゃあランキングだけ読みます。13位はっちゃんありがとうございます。12位ひろさんありがとうございます。11位しんありがとうございます。10位てつありがとうございます。9位ひろさんありがとうございます。8位たくやまありがとうございます。7位中島よしありがとうございます。6位ふとうちょいありがとうございます。5位マーシーありがとうございます。4位カヌピーありがとうございます。3位ケイチありがとうございます。2位ともたんありがとうございます。1位ゴンありがとうございます。なんでこんな時間って短いの、ほんまにありがとうございます。あのクマタワーとかね、本当にこんな遅くまで待ってくださって、あのお祝いでくださった方もありがとうございます。すごく嬉しいです。配信がほんまにあのまた時間取れる日近々あればご連絡いたしますので、とりあえず生誕祭終わってからになっちゃうかもしれないんですけど、そしたらまた言うので、ぜひぜひその時にゆっくりお話ししましょう。まあ高野祭っていうことで、その時までお祝いモードでいてください。じゃあありがとうございました皆さん、おやすみなさい、ありがとう。